ヒストリカルイメージオブダシアティスズゲイバイカワハラケイガ、カワハラケイガ、1823から1829、ズグエイは赤エカに属するエイの一種。インド太平洋西部に分布し、低成で100メートル以線の砂地を好む。体幅29センチメートルで、体盤はひし形、糞は長く目は小さい。尾の上下にカワシビラを持つ。背面はアンカッシク。 覆面は白。餌は小型の甲殻類、魚類。無体盤性体制で3指数1から3。根核され、食用とされる。IUCN は純絶滅器具としている。1841年、ドイツの生物学者、ヨハネス・ペーター・ミュラーとヤーコープ・ヘンレイにより、7つの新タイプに基づいて、システムティッシュ・ベシュライブン・デア・プレジャストマンに記載された。 種ョ名ズゲーは、和名、ズグエーにちなむ。その後トリガン族は、ダシアティス族のシノニムとされた。長らくヤジリエー、ダシアティスアキューティラストラと混同されていたが、1988年、西田清則と中谷和弘により、両種の違いが研究され、新たなレクトタイプが指定された。2001年のリザ・ロゼンベルガーによる、系統解析によると、 この種は、オトメイ・パール・スティングレイ・トゲナ・ツバクロエーを含む、クレードの姉妹軍になる。この結果は、ダシアティス、ヒマンツラが単系統軍でないことを裏付けるものである。東はインドア大陸からジャワボルネオ、北はフィリピンから南日本に分布。内側大陸方の100メートル以前の砂底を好み、エスチュアリーにも侵入する。体型は、ひし形で、長い範を持つ。 菱形の胎盤はわずかに幅より長さが長く、前縁はゆるくへこんで三角形の糞につながる。頭部は胎盤腸の半分以上。目は小さく、すぐ後方に、それより大きい噴水口がある。ビシビラはほぼ長方形で、後縁は棒状。口はゆるく曲がり、皇帝に乳頭突起はない。 歯列は40から55で5点型に配置され、敷石状の表面となっている。成熟油は、鋭い口頭を持つが、若菜やメスの歯は鈍い。腹気は三角形。尾は、無地状で胎盤より長く、棘がある。上部側シビラは低く、棘の後方から始まるが、下部側シビラは、棘の直下から始まる。若菜の皮膚は滑らかだが、生態は、 トゲ前方に5から9個の突起の列がある。背面は暗褐色でカワしびらは暗色。覆面は白で、耐盤炎は茶色。体長7 5トル、体幅2 9トルに達するが、ほとんどは体幅18から2 4トルである。ヤジリエイは似た種であるが、体長、目、上部川しびらが小さいほか、長弁の数でも識別できる。 餌は、車エビなどの低性甲殻類や小魚。寄生虫として、アカンサボットリウムズージョナンシスバラノボットリウム、ヤマグチイピテフェラスズゲイポリパセファラス、ラトナージュリエンシスピー、ビザカパトナメンシスラインボットリウムシャミネンシス、シンジオボットリウム。カーボリーテトラゴニセフィリムラオイタイレセフィリムシンギ、アンシビラキュラリスインディアナユーベラビレンシスなどの常虫。 トリムスクルオートリマシュルザイなどの単焦類が報告されている。他の赤い類のように無体盤生体制で、胎児は、初期は卵黄、後期は組織栄養で育つ。産子数1から3で繁殖期は特にない。インドネシアからのデータによると、出生時は体幅8から10センチメートル。性成熟時の体幅はオスで18センチメートル。 メスで19センチメートル。タイランド湾、ジャワ海、インド沿岸などで、底引き網や三枚網によって大量に、混獲されている。ほとんど食用にされるが、小さいため経済価値は低い。IUCN は、順絶滅器具としているが、分布域全域で、高い漁業圧にさらされているため、気球種への格上げも検討されている。ありがとうございます。